皆さんこんにちは、ギマです。ゲーム迷路をですね、続きやっていきたいと思います。ですね、前回こういう迷路作りたいんですけど、こうやってね、点数取って3点取ったらクリアっていうやつですね。これで当たったゲーム。おお、うまいこと言った、うまいこと言ったよ。これ絶対無理だな。こうやってクリアですね。まあ、ゲームオーバーになっちゃったんですけど、こういうのを作りたいと思います。はい。で、前回ので、どこまでやった、1ずつ変える、そうか、リンゴ、まあ簡単にして2個だけでいいよねって言って、でリンゴをこう取ると点数が上がっていくと。あ、で2つ消えちゃうから、あれですね。あ、そっか、これだと2個消えちゃうんだ。これ失敗ですね。すいません。確かここで複製してやれば楽だよって言ったんですけど、複製してうまくいく、のもあります。プログラム、そういうゲーム作りのやつで複製した方が楽な時もあるんですけど、今回これは2個同時に消えちゃってるんで、今回これダメですね。この食べるっていうのが同じだからですね、同じものが飛んでってるんで、それは2つも同時とも、2つ同時に消えちゃいますね。なんですいません。前回のものが間違っていて、この食べるっていうところが、これね、食べるを送るっていうのをもう一個これは作らないといけないんですね。だから食べる2番みたいなのを作ってあげる必要があります。で、アップルに触れたなら、ここももう一個必要ですね。だからこれが複製しちゃうか、複製しましょうか。これを2番変えないといけないですね。あ、そしたらこっちはこのままでもいいのかな。この2番にすればいいのかな。すいません、これもしかしていらないかもしれないですね。食べるなんだけど、ここで2つに分かれてるから、これでいいのかもしれない。ちょっとやってみます。3、4、あ、ダメか。これで同じものが飛んでってるもんね。これも変えないといけないですね。はい。こんな感じです。なんでしょう。これに触れたなら食べる1、送る。で、これが消えるっていう感じですね。食べるけど、たら消える。で、これはこれでこう2番なんで、2番に触れたならまた1ポイント追加。で、食べる2を飛ばして、こいつは消える。あ、ごめんなさい。ここも2にしないといけないですね。2にして、2を受け取ったら隠す。という感じですね。はい。これで、1点入って、1個だけ消えて、で、これを触ると、いけるっていう感じになります。はい。で、これぶつかりますね。はい。じゃあ、OK なのかな。これで OK で、まあ、6点になってるんで、これ0に戻しましょうか。0にするんですね。はい。最初の1回だけも0にして、あとは1ポイントずつ追加。っていう感じです。で、2ポイントしか入れないので、2ポイント取ったら、じゃあゲームクリアするっていうのを、やっていきたいと思います。で、ゲームクリアなので、まずじゃあ赤いきましょうか。で、ちょっと大きくして、ちょっと返しようかな。クリア、何色にしよう。黄色とかにしましょうか。こんな感じね。黄色見えるかな。はい、こんな感じで書きます。で、1個追加されましたね。で、まあ、いつもと同じように、これは最初は隠しておかないとゲームにならないんで、旗が押さったら隠します。これですね。隠します。はい。これ隠れますね。で、2ポイント取ったら、ゲームクリア。今までだと、ぶつかったら、何でしょう、表示するっていうものでこれを飛ばしてました。でも今回この合計を、この当たり判定じゃなくて当たったののこの合計を見て飛ばす
ゲームクリアを飛ばすっていうのが必要になるんで、それを調べる必要があるんですね。それが、ここに入ってます。ごめんなさい。調べるって何か。あ、これだね。これですね。これが、イコールっていうのがあるんですけど、イコールどこだったかな。イコール、イコール。調べるね。大地、あり。ありました。これですね。これが、今回2なんで、2ですね。で、変数をして、点数が、2だったらっていうのがこれでいきます。この点数が2ポイントになったらどうなるか。イコールだからですね。これ見えるか。いきますか。2だったら。で、いろいろありますよね。ここでいろいろあります。これ何て言いましたっけ？不等号って言いました？かな？合ってるよね。この区と区の逆って僕は思いましたね、小学校の時は。こっち側に大きい、50より大きかったらじゃあどうするか、少なかったらどうするかみたいな、イコールだったっていうのがここで、できます。もう足し算、引き算もこの辺でできますね。はい。ここでいろいろ複雑な、この本当に、2点だったりとか、普通のゲームだったら、パワーが10ポイントあって、みたいな。0になったら負ける。みたいなのだと、ここにするとか。0になったら負けだけど、これ取ったら回復するよとか、なんかそういうのもこの辺で作っていくと思いますね。複雑なことができますね、このところで。はい。まあ、今回はこれだけで大丈夫です。あとなんだ？もし何々ならね。もし点数が2点ならっていうのを入れてあげます。ここに入れましょうか。ずっとね、ここは計算、見張っといてほしいので、ここに入れます。2なら、ここで、いつものやつですね。食べるを置く、これですね。これで、クリア。新しいメッセージで、クリアを送るんですね。はい。で、これがパーンと飛んで、2点になったらポンと飛んでいくんで、こいつがそれをキャッチします。受け取ったら、表示させれば、OK ですね。表示にする。はい。これでじゃあちょっとやってみたいと思います。はい。これで、1点、もうさっきまでうまくいってたのにね。もう一回、止めていきたいと思います。で、1点、うまくいきましたね。1点、そして、2点取ると、はい、クリアと。はい、これでクリアできましたね。あとは、だから敵を配置して、ゲームオーバーか、までを作っていきたいと思います。今日はこれぐらいにしとこうかな。はい、またじゃあ次回、その続きをやっていきたいと思います。ありがとうございました。